中川博士は日本の俳優、東京都出身、スターダストプロモーション所属、東京都生まれ、茨城県育ち、公式プロフィールにある通り東京の出身であり、幼少期のほとんどを東京で過ごしたが、5歳頃に父親の地元である茨城に引っ越しており、小中学校時代は東京で芸能の仕事をしながら、地元、茨城で学業や、 部活動に励んだ。3歳の頃から、ジャズダンスを習い始め、ステージに立ち始める。2008年、舞台アルゴミュージカル、花の海花色の風から、里山小学校5年一組隊に出演。小学4年生の時に、親と一緒に出かけた先の原宿で、スカウトされる。一度は断ったものの、数日後にまた同じ人にスカウトされ、過去に知ったダンスやミュージカルで、 ステージに立つ楽しさからやってみたいと思う気持ちが強くなり、小学5年生の時に事務所に所属する。2009年 NHK 私が子供だった頃の再現 VTR で子役としてデビューし、翌年2010年10月半次郎で映画デビューを果たす。2011年5月29日の ニコラミニミニ開放日にて開催されたメンモ公開オーディションに合格し2011年9月号のニコラからメンズモデルとして登場する同年10月から放送された日本テレビ系テレビドラマ家政婦の三田で一家の長男を演じて注目を集める2017年3月に 堀越高等学校を卒業し、大学には進学せず俳優一筋で仕事をしていくことを発表した。2019年に、坂道のアポロンと、覚悟はいいかそこの女子。での演技により、第42回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。2020年上半期には、2020年テレビ、CM 級上昇ランキングで1位を獲得。 2020年10月7日、新型コロナウイルス感染が判明し、翌8日に公表された。20日、回復し仕事復帰することを報告。ありがとうございます。